ジーン・ルイス・ニコド・イン1906ジャンルイ・ニコでは、プロイセン王国のピアニスト、作曲家、指揮者、ポーゼン近郊のイエル・ジッツに生まれる。アマチュア音楽家であった父親に、音楽の手ほどきを受け、1869年に、ベルリン新音楽院に入学して、ピアノを、テオドール・クラックに、火星法を、リヒャル・トビュルストに、対位法と作曲法を、フリードリ・ヒキールに指示した。 音楽教師として活動する傍ら演奏活動に入り、伴奏者としてデジレアル島の演奏旅行に同行し、ガリツヤ地方やルーマニアを訪れた。その後ドレスデン王立音楽院の教授に就任。1888年より作曲活動に専念した。公共曲、海作品31は、オーケストラ以外にも、オルガンや読唱者、 男性合唱を用いた野心作であり、六楽章のグローディア作品三十四は、少年合唱と男性合唱、オルガン、ハープ、大オーケストラのために作曲されており、演奏に丸々一夜を費やす大作である。その他の還元楽曲として、バイオリンと還元楽のためのロマンスがある。唯一の公共曲は出版されていない。 2曲のチェロ・ソナタなどの室内楽やピアノ曲、歌曲も残した。ショパンの演奏会用、アレグロイ蝶ョ,ョ作品46をピアノ競争曲の形態に編曲しており、さらに2台ピアノ版も作成した。ありがとうございます。